谷、そして内田が近くにいます。横谷か、内田が狙った、内田の左足で決まった。終了間際、とどめの一発は内田健太の左足。お見事、内田。琉球から前半4点奪って、これで2対5。壁の裏ですよね。でしっかりした踏み込みからちゃんとボールのね、すくい上げるような斜めの軌道でしっかりとボールのコースをね、弾道を作ってますよね。まあ、お見事ですね。